わったーイエーイガッにじさんじのクイズ番組にじクイさあやってまいりましたにじクイのお時間です。今回も 3D でお送りしております。司会の上力一です。よろしくお願いします。そしてはい、解説のオリバーエヴァンセス、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。でけー遠近感使わないでください。ぼやけてるし、戻ってください。あなたも大きいですよ。 3D はやっぱすごいですけどね。さあ早速今回の回答者を紹介してまいりましょう。今回はレギュラーチームとゲストチームに分かれて戦っていただきます。まずはレギュラーチーム、スコヤからどうぞ。はい、皆さんお加減はいかがでしょうか。2時3時所属バーチャルライバーのスコヤかなです。よろしくお願いします。お願いします。そしてセラ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。2時3時所属新人バーチャルライバーのセラフダズルガーデンです。お願いします。お願いいたします。今回初めてレギュラー2人でチームを組むということなんですが、どうですか。どうですか。どうですか。まあ大丈夫じゃないですか。ちょっと頼もしいっていうか強すぎちゃうかなみたいなところちょっとあるんですけど。あーなるほど。もうここ2人組んだら重くなってくるな。無敵感あるけど、セラフはどうですか、スコヤと。まあまあでもスコヤさんの強さは身をもって知っているので、はい、今日は安心感のあるチームになるんじゃないかなと思います。いいですね、なんかお互い心強い、うん、バディとしてやっていけるかどうか楽しみでございます。はい、お願いします。さあ対するゲストチーム紹介していきましょう。まずは海瀬さんからお願いします。はい、二次三次所属バチャラバ海瀬。ほっぺたに気合い入れたいな。初速瞬間風速。ごめんなさい、さっきからこいつずっと緊張してて緊張してきちゃった。はい、もう一回入ってきて。よはい、はい、というわけで二次三次所属バチャラバ海瀬です。よろしくお願いします。怪しかった。お願いします。動きどうした。はい、そして二次三次所属兼ボルタクションの四季なぎあきらでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。クイズはどうですか、自信としては。え、反射神経はいいですけど、反射神経、あ、意味ねあれ意味ねえ。でも反射神経が必要だったら店が前に出るし、頭は全部こっちが、あ、私のはずなので、うん、あ、え、そう、頭いいよね。まあまあある程度頭いいです。今日ね、早押しがないので反射のターンもないかもしれないですよ。破綻したかもしれない。でも動きはね、いや、そう、じゃあそうだ、フィジカルがありますね。フィジカル戦いました、今日は。そっちでね、うん、もう踊り担当でちょっと今日はお願いしたいかもしれませんけれども、それで行くわ、今日。そして四季なぎ君は初出演でございます。よろしくお願いいたします。セラフダズルガーデンをボコボコにしにしました。え、そうだよ、そうだよ、ボコボコにしてあんだから。ボコボコに仕返したれ。もうレギュラー陣の方々が済ますだけじゃなくて、なんか言ってこいよ。お世話になってる先輩方ばっかりなので、うん、確かに。いや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 、もうお前が先輩方に迷惑をかけていないか急を据えに来た今日。やだな、お前がなんかそうやって親面みたいなことしてくんだ。ガチ喧嘩。おめえ喧嘩はやめて。ずっと VTA の新喜劇を見てる気がなんかさ、空気がフレッシュなんだよね。そうだね、なんかね、本当風もじゃあ、私もこっち来ていい。学生時代のこっちだね。そうだね、私もこっち来ていい。じゃあこっちだよ。フレッシュな感じ、なんでこっちだ。こっち来いよ。バイバイ。アルコール頼むからこっち。バイバイ。いや、うちらで頼むよ、風を。ほらビール飲みながら、はい、フレッシュな風を。これはない、お前あっちだろ。俺待って、何一抜けてんだよ。なんか澄ましたフランスやなんて。リスクを落としたこと立つ場所が違う。なるほど、なるほど。戻ってきなさい。さあ、というわけで、なんか湿気感じたな。賑やかにチーム戦やってまいりますけれども、今回も3つのステージに分かれております。3つのステージが終わった後に勝利したチームにはご褒美差し上げます。こちらです。はい、はい、こちらです。こちら六本木ヒルズのフィオリンティーナペストリーブティックにあります。商品名がベリーヌとなっております。こちらはゼリーやプリンに繊細なデコレーションを施した夏の定番スイーツとなっております。シャインマスカット味やメロン味など6種類にありますので、皆さんこのご褒美獲得のために力を合わせて頑張ってください。にじくい。いやいや、いけますよ。お前も頑張るんだよ。あなたも頑張るんですよ。まあ、いざとなったらちょっと黙らせるんで。黙らせる。怖っ。どうすると黙るの。四季なぎはまあ声帯を取れば、まあ声帯こう行く。こう行けば誰でも黙るんだ。一人じゃねえんだ、誰でも黙るんだ。やっぱクイズ中って前向いてこう集中するから、後ろからこうグッ。さすが
動きで勝負だから動きで戦え動きで戦おうなさあそれでは第一ステージ参りましょう。そんな動きで皆さんに見せていただきます。最初のステージは、はい、体で伝えろジェスチャークイズ。ルール説明していきましょう。こちらチームごとに2人で挑戦していただきます。1人が出題者、もう1人が回答者に分かれてもらいます。はい、出題者の方は問題を見てその答えを回答者にジェスチャーで伝えます。はいはいはい、問題を見て答えこれだっていうのを動きで相手に伝えます。はい、そしてこれ、係を交代して各チーム2チャレンジしていただきます。はい、そして1チャレンジの制限時間は1分間、パスは2回までございます。2回まで、正解した数かける10ポイントがチームに入ります。はい、はい、それとデモンストレーションでちょっと1回じゃあオリバー先生、おちょっとあ え、そうなの？ジェスチャークイズをやってもらっていいですかね。あ、はい、やったー、打ち合わせにない今オリバー教授にだけ見える形でカンペが出ておりますので、はい、皆さんはオリバー教授に向かい合う形で反対側にちょっと立ってみてください。はい、まあ、こんな感じでチーム同士で、向き合って、回答とジェスチャーと、ね、答えやってもらう形になります。はい、そんなでかくねえなお前もでかいだろ、心力がすげえ。さあそれでは早速クイズやっていきましょうかね。はい、ではオリバー教授に、答えてもらう問題こちらです。問題どうぞ。うん、なんだ。はい、今オリバー教授だけ問題が4。え、はい、犬、はい、正解。早っ、やったー、早いね君。今日の仕事終わりです、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。今日の仕事、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼するよ。じゃあね、結局の仕事。まあ見とけって、やっぱスコヤの方がね、 3D 歴が長いからね、こういう時の体の使い方はね、お手本を。概念とか来たら、そうなんですよ、ね、ユニバースとか来たら困っちゃう。1問目から愛とかも、愛、愛何が出るかお楽しみで、スコヤさんならございます。それでは参りましょう。1分間チャレンジですよ。1分短いな、結構。スタート。なんだ。あ、はい、あ、はいはいはい、ペンギン。正解。よし、うん、わかりやすい、わかりやすい。可愛い人って感じだったよね。お、あ、はい、頑張ってる、頑張ってる。みじん切り。正解。すごい、こんな感じ。いいペースですね。うん、ね、お見事。え、逆風。え、違う。そっと出た瞬間。やめろやめろ。逆風じゃない。向かい風。なんで。前髪。あー、そういうことかな。え、何？そういうことかな。え、ぜ、なんだ？これだよこれ。ランドセル。パス。しいか。パス出ました。はい、パス。なんだ、なんだあったんだ。クロール。はい、お見事。うん、はい、コンパス。正解。わかりやすい。人間コンパス。はい、巻き割り。斧。あ、違うとか言って。違うやつ。さあ、残り5秒。4。かまど。3、2、1。クセカブ。タイム。え、今言った。最後どうですか。ブザービート。いやいやいや、スイカ割りって言いました。うわー、残念。何だったんだ最後。ならずでしたけれども、ね、結構難しいな。はい、というわけです、4問正解で40ポイント獲得です。おさらいしていきましょうか。はい、まあ、最初は大丈夫でしたよね。はい、皇帝やアデリーなどの種類がいる南極などに暮らす飛べない鳥は何。まあ、完璧な手順でございます。はい、はい、そして続いて野菜などの食材をとても細かく刻む切り方は何切り。はいはい、こちらみじん切りが正解でした。はい、さあ次ですね、問題ね、問題、風が強くて髪型が崩れた時のことを題材にしたユコピのボカロ曲は。うわ、曲まんまだ。なるほどなるほど、言ってたから。そう、あの助け舟を出すっていう、あの心配のなんか言っちゃってるな。言っちゃってるな。いいのかこれで。お前クイズって知らないな。タクヨン、言ってんじゃねえ。だからでも答えるんじゃなかったの後ですからね。いや、お前がヒント出すから答えにくかったんだい。もう今式内君、今ちょっと向かい風吹いてます。正解は強風オールバックでした。はい、知らなかった。続いて最後なんですけれどもね、はい、ブザービートならずでしたけれども、うん、夏の砂浜で割るのが定番の果物と。そうですよね。果物を聞かれてたんで、果物だったか。スイカ割りだと正解。なるほどなるほど。そうなんや。今のスコヤさんの動きが多分一番分かりやすかったかもしれないですね。割るよりも、これだったら食べる方が実は分かりやすかった。どの択を取るかによるのか。文章にね、スイコ、イメージさせられてしまう
まう可能性が結構高いので。なるほどなるほどなるほど、はい、さあそれでは参りましょう、はい、見てるかどっちが動く側なんだよさあそれでは参りましょう。ゲストチーム1回目の挑戦で制限時間1分間用意スタート。頑張って。はい、タップダンス絶妙に見えたい次いきますいないいないばおー変な顔変な顔感想だろ。顔でしかないだろ。フロリダって言った今フロリダ何あ、バスバスバスなんでやねん。よし顔がなんかもう何何何飛び込み顔がすごい前、ね、顔で頑張ってやめてよ何それ何すごい顔で頑張ってる顔ゲームみたい顔ゲームゲームみたいになってる。あのさ、あのほら足首つられてこう落ちるやつ言葉が出てこない、ね、言葉が出てこない。あのほら残り10秒つられて落ちるやつバス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 ねえ、剣道5回2、1。あー、わかんない何それ残念しろね頑張ってたけどな。めっちゃ頑張ってた気分。というわけでゲストチーム顔が面白かったんだよね。2問正解20ポイントで。2問か。やばいやばい半分じゃん。2問か。ほぼ顔しか言ってませんでしたから。体の動き見てよ。見てたけどほぼ。いやだいぶ頑張ってたよ。鬼が背を向けている間に近づき、こちらを振り返った時に動いていたら負けという遊びは。だるまさんが転んだ。でしたね。としては割と完璧でしたからね。だからそう動いた。そのあの転んだって言ってるの。フロリダじゃない。フロリダじゃない。動いたって言ったら、お前フロリダって言った。でも口の中は似てたけど。フロリダなんて言わないでしょ。ゴムのロープをつけて高いところから飛び降りるアクティビティは何、はい、これ名前出てきませんでした。はい、バンジージャンプ正解。言葉出てこなかった、ね、言葉出てこなかった、ね、出てこなかったね。これもずっと顔ですもんね。ずっと顔だったんだよ。これめっちゃ顔で、いや怖がってる。動いてもうやだみたいな顔ずっとちゃんと飛ぶ動きしてうわーってやってたじゃないですか。行くんですかの顔のまま言ってたもん。顔芸でやんねやめてくださいそうだね、次から顔見ないようにしよう。本当顔はうるさいんだから。そうだ顔うるさいとか言うな。川で滑って転ぶイメージのある黄色い果物といえば何、はいはい、これもやっぱその引っ掛けで文章のイメージで、文章で言われてるイメージで先にそっちをやってしまう。そうそうそう、やるよりも先を向いて食べる方 が私もだから転ぶ動作やっちゃったんだけど、ちょっと時間がね、時間がなかったね。これはちょっと時間がなかった、ね、いいよいいよ、これはデモンストレーションってことにしよう。次に行かそうよ。本番でございます。いやいや、そうだけど本番でございます。やばいか、頑張ろう、大丈夫、いける。さあそれでは参りましょう、はい、制限時間1分間です。用意スタート。どうだ、ラジオ体操。正解。おえ、そんなのできんの。あいつやばいね。うまいね。肘からパス。お、わかんないよ、ネタが。指揮者。お見事だと思って。なんか有利そうじゃん、だって音楽できる人。あ、リンボなんす、ね、マトリックス。おー、はい、お見事。そうなんだ。うん、有名ですね。なんだこれくらいのもんじゃ焼き。これくらいのお弁当。パス。さあ、2回目のパスが出ました。え、残り10秒です。頑張れ、頑張れじゃない、頑張るな、頑張るな。危ない危ない、応援しちゃった。ピクミン。おー、素晴らしい、素晴らしい。さあここでタイムアップです。あー惜しい、残念。あー、くそ。おー、いい、すごいね。続けて、はい、5問正解50ポイント。おー、やばい、すごい、めちゃくちゃすごい、よく読み取ってくれました。パスの判断がいい。そう、パスの判断が早かったマイケル・ジャクソンが披露したことで有名な月を歩くかのようなダンスのステップはない、うん、もう一回、もう一回、もう一回みたいな。すごい、すごいな、本物やん。本物のマイケルではないです。本物ではないです。ダンスやっててよかった。ムーンウォークですね。はい、ムーンウォークでございました。はい、さあ続いてパス出た問題でしたが、これちょっとなんかやってみたら伝わるかもしれないから。そうですね。ちょっとこの問題の通り、最初のあれをちょっとこれですね。
考える人。そう。こちらでした。はい。ロダンの有名な彫刻。ちゃんとどうやろうって迷っちゃったから、なるほどなるほど。はい、いやでも判断が早くて素晴らしかったです。マルゲリータなどの種類があるイタリア生まれの料理は何？ああ。難しかった。こうじゃない？やっぱこうやってやってさ。そうそう。これでも良かったかなってことですね。焼くんだ。だからチーズが伸びて食べるジェスチャーが見事ですね。ああ、そういうことね。はい、じゃあゲストチーム2回目の挑戦、制限時間1分間参りましょう。問題スタート。はい。相撲、お見事、はい、正解の動き、余計な動きが多い、まだ玉入れ違かった、そこじゃなかった、すごい喋るじゃない、ジェスチャーだからね、え、なんだ、え、リレー、はい、これやめます、パス、はい、パス、盆踊り、正解正解の顔があるんだ、あー、なんだっけな、真実の口、うん、ワイルド、なんだ、え、あ、なるほどなるほど、え、なんだ、あー、卓球なんだ、残り、さあ、ピンポン5秒です、パス、えい、さあ、パス2、1、金魚すくい、ガーデン終了崩れ落ちたいやはい、という3問正解、3ポイントでございます、待って、3問全然じゃない、なんでジェスチャーは丁寧でしたね、ジェスチャー丁寧でした、丁寧すぎてちょっと喋ってた、なんだちょっとレギュレーション違反を仕掛けるっていう、これ失礼いたしました、玉入れや綱引きなどの競技を行う学校行事は何、え、玉入れかと思ってさ、玉入れだけやっちゃった、ごめんね、そっかそっか、これはちょっとまあまあリレーも足して、はい、複数の動きをしなきゃいけないので難しかったですね、難しかったですね、羽のついたシャトルをラケットで打ち合うスポーツといえば、うん、ところでこれでね、そう、ラケット見えたもんね、そっかそっか、これがおかげで、これ何が垂れてきてるんだろう、そうそうそう、あ、持った、これでね、テニスじゃないよっていうところをね、やろうとしたんですが、液だれだと思われてた何が垂れてるのされてんだって、何されてないんだよね、樽に剣を刺していき、海賊を飛ばした人が負けになるパーティーゲームは何、あー、なるほど、なぜかここだけちっちゃくやるんですよね、そうそう、あんまり自分でこういったなと思ったら、ね、これ、これ自分でこういったなと思った、何かちっちゃいのをやって跳ねてきてるからあれ魚が飛んだのかなと、それではここで第一ステージ終了でございます、現在の得点確認してみましょう、はい、こちらです、レギュラーチーム90ポイント、ゲストチーム50ポイントでございます、まだ序盤ですから、まだ序盤ですから、まあ、レギュラーチームがちょっとリードしてはいますけれども、はい、結構この先のステージも点数動きますんで、まだまだ逆転の可能性は全然あるんです、序盤だって言ってんじゃない、いやいや、でもだってご褒美かかってるからさ、ちゃんとしようよ、ちゃんとしてよなんかすごいな、ちっちゃい声短い、二つ目のステージは答えを奪え、イストリクイズ、さあ今皆さんの目の前には A、B、C、D と書かれた4つの椅子がございます、はい、今から選択肢 A、B、C、D の4択クイズを出題いたします、はい、そして皆さんには椅子取りゲームの要領で音楽が鳴ったらこう椅子の周りをぐるぐる回って音楽が止まったら4択クイズの正解だと思うところに座っていただきます、一応全員ね4人に対して椅子4つなんで座れはするんですけれど、はい、後藤外れはあります、もちろん、はい、はい、私なるほど、しかも正解は1つとは限りません、なるほど、はい、いろんな問題が2つあることもある、全部の時があったら意味ねえじゃんサービスだね、意味ねえ、全員に10ポイント入ってるそれはありませんから、必ず外れの人は出てきますけれどもね、はい、つまりはまあ答えの奪い合い、あるいは外れの押し付け合い、そんな感じのゲームになっていきます、はい、3問やりまして正解者 ×10 ポイントがチームに入ります、はい、さあそれでは早速参りましょう、1問目問題、うん、次のうち単行本が30巻以上出ている漫画は、はいはい、こちら葛飾亀有公園前初出場、鬼滅の刃、うん、鋼の錬金術師、進撃の巨人、はい、さあこちらちょっとチームごとにね、お互いのちょっと考えとかを作戦をすり合わせてもらって OK ですよ、進撃は多分30巻出てて出てる、うん、と思う、鋼は思い出せないけど A と D 狙おう、 A と D ですか、うん、
わかりました。ムスたち今ケツが2個しかないから、でもさ D, D は D? D はね、私ね前回読んだことあるんだけど、 D は確か30ちょいくらい、じゃあ超いいじゃん。34では各チーム作戦会議も終わったと思いますので、早速椅子取りゲームやっていきたいと思います。椅子の周りにスタンバイしてください。お願いいたします。でこれ初期値は別にでもこの時点でね、うん、ちょっとまあ、あ、戦いは始まってるのか。やめてよ蹴り飛ばすのとか、マジ。そうですね、後ろ蹴りするか、誰の後ろを取るかもあります。誰の後ろを取るか後ろまでカバーできるから。あ、マジ。じゃあどうしよう、後ろ蹴りできないから。こうするわ、後ろ回しと。この男さえ押さえてほしい。ちょっとこ、雑魚だと思ってる。やめようよね。あの、最初から暴力に頼ろうとするんだよ。クイズ番組なんで。そうだ、知的にね、知的に勝つよ。そう、まずはクイズを解いてもらいます。はい。それでは自分が正解だと思う椅子めがけて頑張ってください。はい。ストーリーゲームミュージックスタート。うん。お、あ、なんか愉快だな。ひえ。ひえ。距離取って怖いから。こっち見んな。距離取ってみた。こっち見んなよ。いつだ。こっち見んな。いつだ。わったー。いやー。やった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 。お前よかった。偉いぞ。確定しましたか。はい、確定。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 正解はこちらです。A と D、こっち亀と新入りの問題でございます。はい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 、ナイス。両チーム10ポイントずつ先制に持ち込みました。結構両チーム予想通りだったというか、どっちのチームも AD 狙いだったかなと。はい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 、いいでしたけれども、よく取ったよ。えらい転びながら A の椅子を抱えていいかなと思って。ガチャめちゃフィジカル勝負になっちゃった。式内くんが両津勘吉に見えたもん。渡さない。続いてまいりましょう、第2問問題。次のうち令和に起きた出来事は。うわ、なるほど。米津玄師レモンリリース、ゲームアプリウマ娘プリティダービーサービス開始、大谷翔平メジャーリーグデビュー、消費税が 10% になる。うわうわ、これむずいな。やばい、脳の古さが出てるかも。難しい問題ではございますけれども、一番苦手。どれも同じぐらいに感じるような。いつだ、アウトも何もわかんないんだけど。どうしよう、やべえ。ウマ娘は令和な気がする、うんうん、大谷翔平も令和じゃないですか。大谷翔平全然わかんない。消費税が一番わかんない。正直消費税が一番わかんない。でもなんかさ、最近な気がしない？切りよくなったの最近じゃない？さあ、それでは正解だと思う椅子狙って頑張ってください。椅子取りゲームミュージックスタート。レッツ。いや、愉快だ。ピクニックでもしよう。そんな優雅か、これ。ちょっとリズム感ないの、そう。長っ。うわ、めっちゃくるよ、これ。揺さぶられてる。いや、でも私のお尻が。ちょっと。海さん。だって。海さん。私のお尻がシュッて当たってきたんだもんね。どういうコメント？私のお尻が。お尻が。お尻がシュッ。あ、詰まってきた。私のお尻ではない。ここか。正解はこちらです。B と D。D なのか。令和に起きたことでございます。えらい。よくできた、これだよ。いいか。よしよしよし。アプリリリースと消費税 10%。こちらが令和に起きた出来事でございます。普通すごいね。ケツじゃない、ケツじゃない、ケツじゃないよ。違う違う違う、チキナギアキラを褒めてあげよう。えらい。ありがとう、ありがとう。かわいそう。第3問問題、こちら。次のうち日本にあるのはどこ。 A、 こちらです。はいはい。そして B、 あ、はいはいはい、C、 おー、あー、最後は D。 はいはい、はい、あ、さあ、この中で日本にあるのはどれでしょうか。あー、なるほど。 A、 D、 多分お台場ですよね。なんかね、わかんないけど日本だよね多分。お台場で後ろ多分レインボーブリッジですね。
って A は平等院鳳凰堂だと思うんだけど、でもさ後ろ山じゃなかった気がするんだけど、修学旅行ってそう、私あれブラフだと思うんだよね。いや絶対そうでしょ。で B なんだけど、逆に B 大分だったか九州のどっかにあったような気がするんだよ。そうだから、えじゃあこれさ A 座ったら爆発ってこと、 A 以外なんじゃないかな。じゃあ A に座ったら、はい、ビンタ、ビンタ行こう。イストリーゲームミュージックスタート。お、やばい流れですやばい、やばい、さあ、いやでも、でも、うわこれどうかな、やばい、わかんないよ。アサビどうしてやばいの、いやいやいや、なんかちょっとね、円に座ったらビンタみたいな話、いやでもあるんだけど、いや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 、でもわかんないんだよな、正直、ね、正解はこちらです。B、C、E、日本にありまして、わー、やっぱりございます。ハワイなの、ハワイなの、平等院天地に読み的中しておりました。平等院天府、まんまじゃん、平等院なの、はい、じゃあちょっと一個ずつ解説していきましょうか、お願いします。ではまず A から、こちら平等院テンプル、こちらハワイオアフ島にあります、オアフにあるんだ、はい、1964年ハワイへの日本人移民100周年を記念して建てられました。そして皆さん鋭いですね、本当、はい、実際の京都の平等院は裏に山がありません。そうだよね、はい、そうだよね。じゃあ続きまして記念の B を見ましょうか。はい、 B モアイ、はい、こちらは、B、 こちらサンメッセ日南にあります宮崎県の公園にあるやつなんですね。そうなんだ。こちらの倒れてしまったイースター島のモアイ像の修復に日本が協力しまして、はい、その、 お返しにということで、あのモアイ像の復刻をイースター島が公認してここに建てられたんです、そうなんだ。ちなみにこのイースター島による公認は世界で初めてです。すごい、はい、すごい、これ好きですね。クイズ番組、クイズ番組、解説がいない、ありがたないからそういう仕事なの、あの人たち、あ、その仕事のためにすいません、本当にうちの店が、ヨサさん、ヨサさん、ヨサさん、あの後でちょっと一瞬お話ししましょうか。本当にすいません、本当にすいませんではここで第2ステージが終了いたしました。現在の得点確認してみましょう、こちらです。はい、レギュラーチーム130ポイント、ゲストチーム80ポイントということで、レギュラーチームがまだまだリードしておりますが、ちょっとだけ苦しいかもしれない、はい、まだまだもう一ステージございます、はい、こちら大きく点数動きますので、まだまだ頑張ってまいりましょう。はい、二次クイ最後のステージは何を答えるジャンルクイズ。まずはこちらをご覧ください。歴史、はい、ゲーム、音楽、ひらめき、チャレンジ、5つのジャンルでそれぞれ10、20、30の問題ご用意しております、はい、こちらをチームごとに選んで、交互に回答していただきます、はいはい、まあ、チーム内で、相談をしながら制限時間1分以内に1回だけ答えてもらっておく機会です。なるほど、なるほど。そして、まあ、10、20、30とあるんですけれども、うん、20点の問題はその上の10点の問題が、30点の問題はその上の20点の問題が回答済みでないと、選べませんので、うん、まずはどのジャンルでも10の問題から挑戦してもらいます、うんうん、はい、はい、はい、正解でも不正解でも答えたことにはなるので、その次の問題でチャレンジできます。なるほど、はい、なるほど。6ターンなんで、交互にやって6ターン12問回答したら終了なんで、これ全部を答える形にはなりません、はい、3問余りますんで、はい、この辺のやりくりも上手にやってみてください、はい、ひらめきの10で、はい、おー、ひらめきの10開けてみましょう。さあ問題、ハテナに入る生き物は何。制限時間1分です。スタート。あ、あー、わかった。さあ、分かったタイミングでいつでもどうぞ。サンマ。正解、うん、はい、そうなの、そう、なるほど、なるほど。じゃあ、スコイさん、解説お願いします、うん、5が1個で1号、 G が2個で2G、うん、マが3個でサンマ。頭がない。ナイス、お見事でございます。その通りです。素晴らしい。頭いいね。じゃあ、え、でも答えるんだよ。いや、でも2人で答えるからね。そうそうそう。じゃあ歴史の10で、はい、お、行くね。お、歴史の10が開きます、はい、参りましょう。問題、平安時代に紫式部が書いた長編小説は何物語。え、これ海瀬さ、うん、あのめっちゃ
超ジャスト大学でやってる。あ、マジで。マジ。おお。っていうか、俺もうこれ大好きクラブ。あ、マジ大好き。大好きクラブ。ポケモンみたいな。じゃあお願いしていいですか。共有しなくていいですか。あ、そう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 。そうだね。じゃあピンポンって言って。はい、どうぞ。あ、いい、あ、ピンポンはないんだけど。せーの、源氏物語。正解。はい。いい話ですよ、これ面白いからね。バウンディ。正解。あ、まあそうか。10位くんだったら。チャレンジ。お、本当に。だって何させられるか分かんない。いやでも逆に言うと、ここでその方向性を知っておくことで、20、30のその腹を決めておく。ああ、分かった。腹を。じゃあそうしようか。はい。え、じゃあ責任取ってよ。責任。偉いぞアキラ。偉いぞ。いや。じゃあ、はい、じゃあチャレンジの10でお願いします。チャレンジの10、ありがとうございます。それでは問題見てみましょう。問題、大阪の一階にあるグリコの看板のポーズをしてください。さあ まあ、どちらでやってもらってもいいですし。え、ね、待ってください。これって、うん、細かく、まあでも、まあ、でもいけますよ。まあ、まあ、一回やってみてもらってちょっと判定しましょうか。待って待って待って、あ、そこまで。いや、じゃあ別々にしといてさ。あ、答えはただ同じにしていただきたいですね。そうですね、はい、答えが2種類にならないように。そうっす、まあ、すり合わせて。あ、左左、オッケーオッケー、じゃあ下でいこう。はい、せーのでやる。はい、行きましょう。ではお願いします、はい、せーの、はい。あ、正解。よし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 。早めでございます。チャレンジ問題、まあ、こんな感じの毛色というのを。なるほど。判定でも。なるほど。こういう感じであれば。うん、せーの。笛。正解。お見事。でございます。お兄さん分かった。お兄さん分かった。あれ、これじゃあひらめき30いけるのかもしれないね、ゲストチームかもな。30取られたくないな。高をくくってる。30怖いな。レギュラーチーム、いや、ちょっと分かってます。30怖いな。もうここで、いや、でもね、もう35見てみたいな。はい、いきます。ひらめきの30。ひらめきの30いってもらいましょう。行きましょう、行きましょう。いけるのでしょうか。こちらです、問題。お、はい、こちらの画像から答えを見出してください。1分間です。お、ごめん、無理、ごめん。早い、諦めるのが。応援するわ。なんだ。5、4、3、2、1。うわ、さあ答えをどうぞ。絞り出して。なんだ、こ、じゃあさっきの3文字の段で言ってこ、小さじ。残念、正解でした。はい、なんだ、何これ。さあ、ちょっとこれもよくわかんない。スコヤセラフはたどり着いたようですが、はい、いかがでしょう。せーのでやってみる、はい、せーの、こだま。正解です。はい、はい、じゃあポイントは入りませんが、お見事です。ちょっと解説してもらってよろしいですか。これオレンジがコマで、はい、青が吹き出し、頭よっ、すごい。それが何文字目かが数字になってるから、コマの1文字目でコ、吹き出しの4文字目でコシ。そういうことか。そういうことです。はいはい、すごい。あ、すごいじゃない、ダメなんだ。いいよ、嬉しいよ。やっぱありがとう、褒めてくれて。そうだね、まだ取り返せますから。いや、そうだね、取り返せばいい。頑張ろう頑張ろう。うん、はい、チャレンジの20。チャレンジの20入りました、ありがとうございます。はい、それでは参りましょう。チャレンジの20、問題。どうだ。ボディービルのポーズ、モストマスキュラーをしてください。わったっす。あ、どうだったかな。どういうこと？え、なんかさ、サイドテストしかわかんない。モストマスキュラー、モストだから一番筋肉映るってことですよね。うん。ああ。ってことは、すごい。これはサイドテストなんですよ。そうなんだ。考えてるよ、こいつ。ね、こいつとか言っちゃいけない。これでやってみる。正面全部映りますからね。よし。やりますか。はい、さあ、じゃあ前に決まったら前に出てきてください。さあ、どうだ。2人でポーズを揃えてお願いいたします、はい、では準備ができたらいつでもどうぞ。せーの、あれ、わー、残念。よかった、危ない。どれだ。え、なんか普通に難くてわからない。普通に難かった。はい、こちらちょっと違いました。というわけで正解なんですけれども、分かる人います。え、違う、絶対違うからね。でもいっぱい筋肉
肉が映る。だってほら足も映る。あ、ここ確かにビスケットオリバーやってますけど、ね、やってるどれだっけなっつって。え、出てく。じゃあよろしければ。はい、え、やってくれんの。これだっけな、どれだっけな、確かに違ったっけ。え、そうなの。ちょっと惜しい、惜しいかな、惜しいですね、惜しいかな。では、ここちょっと模範解答を。模範解答はどれ。模範解答ね、はい、あの写真が出るんですが、やってもらいます。あ、やってくれる。出るのにやってもらうんだ。やってくれるんだ。よ、モストマスキュラー。よっよっよっ、出てるよ。あー、仕上がってるよ、仕上がってるよ。こちらでございます。あー、こっちか。いや、そう、なんとなく下の方だったら覚えてたんですけど。なるほどね、はい、そっかそっかそっか。そうなんですね、こちら最も力強く見えるという意味のモストマスキュラーですね。うん、はい、なるほど。これやってると、そう、さっきあの、はいはいはい、お二方がやっていたあのこのポーズですね。こっちね、こちらはダブルバイセプス。はい、これがバイセプスっていう、あの腕の部分がバイセプスって言われるんで、筋肉がそうダブルバイセプス両方見えるよっていうことで。やっぱり逆転狙うのであれば、はい、ここでいきたい。チャレンジの30。いきますね。いきますね。行こうよ。危ねえ、行くね。つけられるか。さあ、行けますか。いや、もう行くしかないからね。当たって砕けろ。当たって砕けろ。砕けないよ。傾向的には。行くぞ。行きましょう。さあ、ではチャレンジ30の問題いきましょう。こちらです。問題、ヨガのカラスのポーズ。カカーサナをしてください。カカーサナ。カラスのポーズ。カラスのポーズ。とりあえずもうヨガの知ってるポーズをやろう。これは。それはなんかさ、こういうなんか、あ、いや、そうそう、だから、まあ、こうとかじゃない？ヨガが成立するのか、ねえねえねえ、はい、チキナギアキラヨガが成立するのか、出せない。ねえねえ、じゃあ分かった分かった。こうじゃないって言ったら誰も見てくれない。ねえねえ、見てよ。どうだってんの？見てあげて。こうじゃないの、カーだから。そんなシンプル。それでどこが伸びるのかっていう話ですか。ヨガって大体何かしら伸ばしてる。え、腕が伸びてない？これ、え、腕伸びてない？腕伸びてますよね。伸びてない？伸びてない。シェーだよ。え、じゃあ。こうかな。か今作る。なんかヨガでやっぱり有名なポーズってなると、なんか本当になんかこういう。え、ちょセクシーだから、それは一人でやって。あなたも正解だった場合やるんだよ。あなた正解やんないといけないんだ。違うよ、それじゃないよ。え、ちょっと。いや、でもね、なんかね、やりたくないからもうそれじゃないっやつあると思うんだけど、でもなんかね、どうだろうな。いや、でもマジでなんか多分こういう系だと思うんだよな、本当に。え、こう？え、違うか。え、これはさ、じゃあなんとかのポーズってさ言ってたよ。見たことあるよ、YouTube で。じゃあ後ろにこうあれする感じかな。羽を荒らす。羽をね。可動域が。はい。可動域が。どうこれ？え、しきなぎ君的にこれどうお店？可動。いいと思います。あと10秒くらいでポーズを行ってください。制限時間いっぱいです。つかない。つかない、しきなぎ君だけで。両手がつかない。これ10秒やらなきゃいけないってことですか？じゃあ、あと10秒で。さあ。もう今これで答えで OK ですか？はい、ファイナルアンサーですね。はい、それでは、あの、揃ってないんだけど、全く同じ動きしてないんだけど、しきなぎが硬くてつかないだけなんで、関節の硬さ、おじいちゃん頑張りなさい。関節の硬さが出ちゃってる、はい、ちょこれこちらですね、はい、はい、それでは判定お願いします。いやー、無情のブーでございます。ポーズ難しいから。むずい。え、これはやってくれるんですか？はい、カラスのポーズ、カカーサナ。これ、あの、問題の打ち合わせ中にオリバー教授が、はい、うわ、これきついんすよね。え、そうなの？すごいですよね。やってたよってことは。やってちょっとだけやったことありますけど、うん、はい、これ多分分かってもできないって僕言ったんですよね。まあ、じゃあちょっとどんな感じかね。やったー。オリバー先生のヨガ教室。オリバー先生みたい。博識だから。ってやるの。見たい。カカーサナね、本当に無理だけないようにですが、気持ちだけ。ああ、それか。一個ですね。これ。本当に足を浮かします。カエルだと思ってた。これもう一段階レベルアップがありまして、この状態からさらに肘を伸ばすと鶴のポーズ、バカーサナになります。バカーサナ。バカーサナになります。ちょっとバカにされてる。せーの。チェロ。正解。正解です。エイブラハム・リンカーン。正解。正解。音楽の30、はい、参りましょう。問題、はい、ファザー&マザーという公式ファンクラブがある音楽グループは何？お答えください。1分間です。音楽グループ系は分かんないな。なんだ、子供？うん、子供。あ、ミスチュー。あー、いけるかも。いけるかも。行こう。やってみますか。うん、ひらめいた。じゃあ、行きますか。どうぞ。うん、せーの、ミスチルチルドレン。ミスターチルドレン。正解。わー、やったー。ナイス。やられちゃった。すごい。来
たきたきた、いや予想で当たったわ、まあ、もう天才、よかった、ひらめき取ってる人たちだから、ね、最初の推理からは完璧でしたね。そうよかった、名前からの連想でたどり着く、お見事でした。では歴史の30、歴史の30参りましょう。問題、現存する日本で最古の鉛筆の持ち主だった有名な人物は誰？誰？鉛筆？最古の鉛筆？最古の鉛筆って何？日本最古の鉛筆を持っていた人は誰でしょうか？まず鉛筆の歴史から考えるんだよね。いつ入ってきたのって感じで。だから時代的に考える、海外から輸入されたとしたら、まあだからいわゆるその出島とか。でそうだよね、江戸時代ぐらいかなって思った。南蛮渡来って考えたら、織田信長とか。織田信長でも江戸じゃないけど、残り20秒、江戸じゃないけど、あ、信長にする、信長がよ、そういうあの海外のものが好きだった。まあそうだけど、一番あり得るとしたらその辺。でも一回も書いてるの見たことない。残り10秒、まあ、残んないんじゃない、あんまり。行くしかない。4、3、信君で行く、友達決まりましたか、はい、どうぞ、せーの、織田信長。残念、誰？これはちょっとレギュラーチームを。何時代？これ誰だ？時代はとても近いです。かなり近いところまで行きました。ってか実質同じ時代です。同じ時代。同じ時代か。徳川家康。北条。そうなんだ。家康か。そうなんだ。家康が自体もともと新しいものが好きだったり、うんうん、海外ものを すぐに取り入れたんですね。はいはいはい。鉛筆を手に入れてすごく機能的だっつって聞いてたみたいな。そうなんだ。短い。果たして結果はどうなったのでしょうか。見てまいりましょう。果たして勝利したのはレギュラーチームかゲストチームか、結果はこちらです。とレギュラーチーム大差で勝利、おめでとうございます。倍の差がついてないだけいいですよ。これはね。悲しいよ、ね、悲しいよ、それはまだなんとかならないか、なんないね。さあというわけで勝ったレギュラーチームにはご褒美差し上げます。やったー、ご褒美が来ましたよ。春よ、ご褒美のために頑張ってたんだ。そうです、そうです、美味しそう、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、ね、キラキラ、いいんですか。じゃあいただきますか、せっかくなんでね、はい、一だけいただこうと思います。キラキラキラ、いいな、ムいいな、すごいね。うわぁ、食った、うん、大人の味がする、マンゴーの味がもう言わずもがな、うまい、美味しい。ちょっとなんかお酒っぽい。あ、そうですか、セラフ君のはプリンですか。プリンですかね、下に入ってんのは。うわぁ、柔らかそう。で、スコヤさんの方はゼリー、ゼリープリンですかね。でも甘さがそんな控えめで、マンゴーがすごい体立ってて美味しい。うん、買って帰ろうね。買って帰る、買って帰ろう。身も蓋もない。自腹で、自腹でね。大人の味、美味しい、甘い、めっちゃ美味しい。使った後に嬉しそうに見ちゃってますけど、今日一幸せそうな顔してる。羨望の眼差しを見せてくれると、非常にありがたいですけれども。買ってよかった、よかったです。負けて悪かったね、ごめんね。そんなこと言ってないよ。四つ葉さん、四つ葉さん絶望した顔してる。またまたリベンジしような。そうだね、またリベンジしよう。でも買って帰るわ。買って帰る、悔しい、ね、自腹で買う、自腹でお金払うよ。自腹でお金払う。あー泣いちゃった、泣いちゃった。四つ葉ピ一口食べる。おっと、いいんですか、そんな、そんなにいいんですか。いや待って、いやだ、こうやってね、勝者が情けをかけてくるのが一番心にくるんだ。あーこれ、でも負けたんだから。欲しいか、スキハピもいる、欲しいか、そんな展開があるの、欲しいか、そんな、ね、ダメダメダメ、初出場ということで、これちょっとあのスクショ取りやすいようにちょっとずれてやってくんねえかな。おい、欲しいか、密度がすごい、マンゴーに吸い寄せられてるのか、お前は。マンゴーに吸い寄せられる、そのあの初出場。ボルタクションってそういうのもあるんですか、そういう。ボルタクションにそういうなんかマンゴープリンあんみたいな感じがある。そう言われると、やめときましょう。そう言われると急にやりづらくなる。うまっ。めっちゃ柔らかいじゃん。めっちゃ美味しいよね。美味しいね。よく頑張ったね。うま。はい。改めて感想を聞いていきましょう。スコヤからどうでしたか。いやー、なんかセラフが味方なのは初めてだったんですけど、うん、めちゃめちゃ心強くて、改めて新レギュラーとして楽しいなと思います。ゲストの2人もね、いっぱいいっぱい頑張ってくれて、うん、なんかすごいいっぱい動いてて、
フレッシュさをめちゃめちゃ浴びました。なんか若くなった気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか得意分野がそれぞれちゃんとしてるから、うん、あ確かに、はい、すごいやりやすかったし、すごい頼もしかったです。だいぶ楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。クイズ番組なのによく動いてましたって評価なの負けたよ、これやった負けたよ。いや、ありがたいんですよ。とてもありがたいんですよ。動く、嬉しいな。動く番組だから。じゃあ、まあ、ありがとうございました。悔しいです。アホーサナ、アホーサナのポーズ。はい、久しぶりです。どうでしたか？はい、いやでも本当に初めてそうクイズ番組にねこうやって出させていただいて、いや悔しいですね。もう本当に今日は完敗です。譲らんぞ。はい、もうだから譲らんぞ。いずれどこかで必ずリベンジを果たしてやろうとそう思います。また来いよ。頑張ろう。来なよ。あ、そうだね。頑張ろう。勉強しようか。勉強しよう。いつでもリベンジお待ちしております。さ、以上でクイズ終了いたしました。にじくい 3D まだまだやってきます。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。